次から次へと懲りないお猿さんたちだね。ま、準備運動くらいにはなるかな。皆さんこんにちは。トライブナインで青山和樹を演じさせていただく千葉翔也です。僕が演じさせていただく和樹はひょうひょうとした性格で毒舌なところもあるんですが、非常に頭が切れる人物で、そんな現実主義的なところが仲間からも頼りにされているキャラクターです。物語序盤でもようや仲間を手助けしてくれます。アニメから引き続き和樹を演じさせていただいているんですが、非常に演じていて楽しい人物で、ございまして、仲間だったりそして敵だったりに他の人が言わなさそうなことを言ってしまう部分が非常に痛快だったり、そんな煽ったような口調がありつつも、それを回収してあまりある頭のね、切れる部分っていうのが、両立されている非常に面白い人物だなと思っております。ゲームのストーリー非常に面白くて、僕はワクワクしながら演じさせていただいております。和樹としてはアニメよりもちょっと大人になってるというか、他の表情も見られると思いますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。ゲームトライブナイン、ぜひご期待ください。